はい、どうも、ふめいです。今回はですね、青葉いちこさんの心の世界という曲の解説をさせていただきたいと思います。まあ、このようにですね、このチャンネルではいろんな曲の解説ですとか、もしくは演奏してみて歌ってみたなどやってますので、他の、曲とか動画もよろしくお願いします。今回はですね、熊の学校様からのリクエスト、でちょっと解説させていただこうと思ってますので、まあ、ちょっとリクエストの方もね、受け付けてますので、どうぞよろしくお願いします。で、今回の心の世界という曲なんですけれども、コード進行的な展開としてはそこまで多くはないんですけれども、まあ、細かくね、同じ進行やけど、ちょっとフレーズが違うようなパターンが多くなってますので、ちょっとね、今回構成表の方を作ってみましたので、一応歌詞で、こういうパターンがありますよと、A の2とか A の3いうのは、こう似てるけどちゃうやつみたいなことで、まあ、B、B メロのところと C、サビのところっていうことですね。こんな感じで、まあ、同じところを上から順番にやっていって、全く同じところは一応、省いていくという形でちょっとやらせていただこうと思います。では、前奏の A っていうところからですね、やっていきたいと思います。という感じですね。まあ前奏部分はまあそこまであれなんですけれども、あ、一応ね、今回カポ、1カポの曲になりますんでね。で、例えば一番最初のこの、ここはこう、1、2、3、4弦、全部4フレット押さえて、青葉さんは指、こう、1本1本全部こう押さえてる感じやったんですけども、僕の指はちょっと、やぼさんよりそろく太いかなんかでね、これだとだいぶ押さえ方的につらいんで、まあ、僕はちょっと制覇で押さえさせてもらいましたけども、音的には同じ。あとね、この2個目のコード、こう1、3、6弦を1フレット押さえるんですけれども、カポの1つけてるとだいぶ指がつらくてね、ちょっとカポ本来フレットギリギリにつけるのが本当はいいんですけど、指のツボで若干上になって、てるんで若干音が悪なるんですけども、もしくはねこのカポの上からこうやって押さえるパターンもあるんですけど、それを次のフレーズに間に合わないんでね、今回はちょっと上にずらす形で対応して、それでもだいぶ指が辛いんですけどね、まあ、そんな感じでやらせてもらってますね。では次歌始まってからのところね、A メロのところ行ってみたいと思います。という感じになりますね。最後こうちょっとスライドでちょっと動いて、次のあのところのパターンですね。ここのところにつながる形になるんで、最後こう薄いっといくというところになりますね。うん、まあまあここは前奏とちょっと似た感じですね。まあ基本的にこのね、このなんていうんですかね、横一列並べてこの押さえるフレーズ、このジャズにありがちなパターン、これが結構対応されてる感じの曲ですね。では次、B のところ行ってみたいと思います。という感じですね。まあここはそこまで、まあ、難しくないかとね。まあちょっとこの、ここは若干ちょっと指の動き的に忙しいですけど、まあここは結構青葉さんもね、この最後のコードに移る前にタメを入れてはるんで、まあなんとかなると思います。じゃあ次 A の3、サビの直前のところですね。では行きたいと思います。Thank you.
感じですね。これが A さんで、サビ直前。こっからサビに入っていきますね。では C というところですね。サビをやっていきたいと思います。という感じになりますね。まあ、このサビの部分に関してはもう毎回ずっとほぼ全く同じですので、これでいけると思います。まあ、これは結構ね、機械仕掛けの、宇宙の、あれと同じような動きですね。似た同じようなコードを使われておりますね。まあ、キーは違いますけれどもね。だから、青技の時も同じように、ここの最、ここの、ここちょっとちゃうんですけど、機械仕掛けとはちょっと違うんですけれども、まあ、ここのところ僕はこう押さえてるんですけれども、青葉さんはここ制覇にして、3、4弦を押さえる。押さえて、で、ここも制覇のまま、こういう風に押さえてますけれども、まあ、そこは押さえやすいようにやったらいいと思います。では、サビが終わって、次は普通の A の前奏がありますね。で、その次、A の4というところですね。お花畑っていうところからちょっと行きたいと思いますね。はい。で、A の4の部分なんですけれども、ここはもう単音のベースだけになりますね。ちょっとやってみたいと思います。まあ、ここは難しくないかと思いますね。まあ、単音、ベース、1音ずつ鳴らすんですけれども、まあ、ここは結構ね、ブリッジでミュートしてる音になってますので、ここのところに、指のこの辺当てて、親指で弾くと。ってなるのを、ここで押さえることで、で、押さえすぎるとちょっと鳴らないんで、程よく押さえて止めるということですね。はい。では、あとは A の5のところですね。これの続きのところ。まあ、コード一緒なんですけど、タラリラリラリって感じで弾く感じになってるので、そこのところちょっとやっていきたいと思います。という感じですね。ここでまたサビにつながるわけですけれども、まあサビはまたほぼ同じなの、ほぼというかまあ同じなので、というかまあ、一回転回多いんですけども、まあ繰り返しなので、まあ同じように弾けば大丈夫ということですね。んで、最後のアウトロですけれども、まあここも前奏と、まあほとんど一緒やけど、まあ終わり方とかがちょっとちゃうのと、間が、間のどっかのエメロみたいな感じになってる。まあ終わりにくいですね。まあちょっとやってみましょうか。という感じですね。いやー、なんていうんですかね、シンプルではあるんですけど、思いのほか難しい曲ですね。まあ、慣れればいけるんでしょうけどね。というわけで、今回はこんな感じで、これでね、一応大体全部いけるかと思いますので、まだ、何か、間違ってたら指摘とか、質問わからなかったら質問、あと、よかったらいいねと、チャンネル登録、よろしくお願いします。ではでは、リクエストもお待ちしてますんでね。ありがとうございます。